通常国会が事実上閉会した21日、太平洋戦争の空襲により障害を負った人たちの救済を目指し、与野党の国会議員や当事者らが集まりました。戦後80年を前に次の国会で救済法案の成立を目指しています。前に進めるにあたっては壁があることは間違いありません。この壁をぶち壊して何としてでも実現しなきゃならない。誰一人見捨てないと、それから誰一人忘れないと、誰一人一人ぽっちで寂しい思いをさせないと、この3つは我々政治家にとっては大事な一つの、いわば任務ではないかなと思います。今国会でできなかったことについては心からお詫びを申し上げ、何としてでも次の臨時国会になると思いますけど、そこでは解決できるよう全力で取り組んでいきたいと思います。全国的な運動が起こったのは昭和の時代だったわけですから、それを考えると本当に申し訳ない気がしますが、やはりこれは私たちがけりをつけないといけないことだと思っております。政府はこれまで軍人軍属らへの補償は行ったものの、民間人の空襲被害者への補償は行っていません。6歳の時、鹿児島の空襲で焼夷弾の破片により左足を失った庵野照子さんは、高齢で東京に来られなくなった空襲被害者の写真を取り出し、いち早い救済法案の成立を訴えました。いつもこう一緒に活動してたんですけど、ついにみんな動けなくなって悲しいんですけど、はい、最後までこの法案の成立を見届けたいと思っていますので、どうかよろしくお願いします。20日に開かれた超党派の空襲議連の会合では、厚労省から2005年に政府与党が戦後処理は終わったとした方針をどう考えるのかや、被害者の認定の仕方、日本人以外の被害者を対象とするのかなどが具体的な課題点として初めて示されました。平沢会長らは条文化の作業を進める中で整理できると捉え、政治決断をして法案を成立させるため調整を続ける考えです。